2階の窓から飛び降りたら足痛いよね。どうも皆さんこんばんは、マキマスです。ペルソナ5ザロイヤル続きね、やっていきたいと思います。まあそりゃ足痛いよねてことで皆さん、あのですね、ちょっと待ってくれよ。あ、マルキ先生、いやちょっと待って、そのキムタクもええわ。さ、しょっぱなキムタク大丈夫やわ、ちょっと待ってくれ。ね、前回どこでやった覚えてないんやが、確かね、そう、北川くん、一番俺がタイプなタイプって何、俺ほぼなん、実はやめて、そういうのめちゃくちゃキャラ濃いなと思ってて、ちょっとこいつをスタメン使ってきてんねんけど、ま、わかった、じゃあちょっとマルキ先生今日行こうか、まだ13日あるしね。うん、マルキとの関係が深まりそうだってことで、なんか一時流行ったチェーンメールみたいな感じ俺の時代は嵐の松潤からなんかダブルデートに誘われる内容でしたあったよね、そういうのね。ありがとう、助かるよ。それじゃあ保健室で待ってるからね。ってことで続きやっていこう。うん、我が輩はその辺を適当に散歩して時間を潰しといてやるよ。モルガナの男同士やから別に空気読まんでええわモルガナ別に空気読まんでええで、うん、女の子の場合それやってほしい別にキムタクで別にそのいらんかなうん、ここに来てからスクールカウンセラーとしていろんな生徒から相談を受けてるんだけどさ、うん、実は少しだけ安心してるんだ。いや、マルキ先生、とりあえず女の子100人切りはしてますね。僕がこの学校に呼ばれた理由でもあるんだけど、鴨志田先生の事件のことで。鴨志田先生、皆さん覚えてますか？性犯罪を犯したやつですもうリアルにせやし、事件に関係してる子も少ないぐらいって聞いてるからさ、不安を抱えてる生徒たちも多いと思ってたんだけど、実際にみんなと話してみたら驚いたよ。いや、ちょっと鼻水えぐいわ今日。いや、鼻水えぐい、ちょっとやっていくぞ。寄せられる悩みのほとんどは受験のことだったり恋愛のことだったり、まあ、高校生やしな、学生らしい悩みや相談がほとんどで、深刻なものはそれほど多くはなかったんだ。まあ皆さん悲しいかな、俺がこの時高校生の時の一番の悩みは血尿が出たことこれガチでそう、血が出ました、尿から。ほんまにこれほんまに高校生の時に出て、もうマジで悩んでた。うん、どうやらストレスの過労やったほんまに出たから、もうほんまにごめんな、ちょっと汚い話で、もうほんまに怖かった。事件で負った傷が、言えてない生徒も確かにいるけど、僕のところに来てくれてる生徒を見る限りでは大事に、大事に大事に至らんそうでほっとしてるよ。漢字読まれへんのかごめんなさい、語彙力がなくて、先生のおかげかもね。好感だけでいこう。お、嬉しいこと言ってくれないのにいいか、いいね。大したことはできてないけど、少しでも力になれてるなら光栄だよ。なあ、思うねんけどさ、このイケメンのこのおしゃメガネなんなん、これマジでさ、思わん、このフレームでかい黒縁のおしゃメガネ、これどこで手に入れてるん、これと、あと丸いタイプのやつ。俺はなんかママが買ってくれたメガネやのに、ジョーカーは。一応カウンセラー立場からね、話ぐらいは聞いてあげられると思う。うん、なんて言ったそばから君に頼ることになったあれなんだけど、うん、僕の研究手伝ってもらえたって話だけど、覚えてくれてるかな。覚えてるよ、モルモットになったんやろ、俺はお前のネズミになったんやろ。大丈夫、もちろんだよ。なんで好感度上がんねんそう、俺の記憶力次第ってことか。研究の手伝いって言ってもそんなに難しいことじゃないから安心して。ただ僕のする話を聞いてもらって一緒に考えてみてほしいな。つまり一般的な意見を取り入れたいってことだよな、取り入れたい。ね、けどそうなら、まずはその研究についてちゃんとお話しておかないとね、と。うん、そうやね。僕が今考えてるのは精神、心が感じる痛みについて、メンヘラ必見です、皆さんメンヘラ必見。そして自分の好きな人が自分の嫌いなヤンキーとかに取られた男の子必見。どうもよろしく。具体的に言うと、ひどい言葉を投げられたり、大切な存在との別れ、トラウマとかストレスみたいなものって言った方が分かりやすいかな。うん、とりあえずマルキ先生はリンゴジュースが好きなんですね。体の痛みであれば外科や病気の症状として必要なものだと考えることはできる。でも心の痛みって何なんだろう。いや、もうジョーカーめちゃめちゃ猫背やな、お前。マルキ先生の前でお前もっとピシッとせえ。別に体の調子も関係ないけど、悪いことで苦痛を感じるわけじゃないのに不思議だよね。心ってのはさ、こんな風にまだ解明されてないこともたくさんあるんだ。僕はね、うん、そんな心の痛みについてもっと知りたいと思ってる。ボイス入れてくれるのはアトラスさん、ありがたいんですけど、僕はねだけなんやったら別にいらんと思うで
そんな4文字だけでボイス入れんでも。それでさ、質問なんだけどさ、松木くんはどういう時に心に痛みを感じる？そうやな、とりあえずチャンネル登録者が増えへんことかな。おっとめちゃめちゃ個人的な、あー、これは精神、これは物理的やろ。裏切られた時かな。裏切られることありますか皆さん。裏切られたことある？俺はね、あの6万回ぐらいある、ほんまに。これはリアルに嘘嘘やけど、マジで数回数えるほどあるけどちょっと悲しいよな。信頼が一気に痛みに変わるなんて悲しいことだよね。心に痛みを感じるのってやっぱり辛く苦しいものだよね。うん、例えばけどさ、例えば失恋の痛みなんてどうかな。俺どんだけ振られてきてるか、マジでめっちゃ悲しいやん皆さんが今見てくれてる実況者はめちゃくちゃ振られたことがあります。悲しいなマジで。俺って人を好きになる気持ちがあるからこそ生まれる痛みだよね。今度はこの痛みについて松木くんはどう思う？マジでしんどいよな。このイケメンのセリフやめろおい。もうこんなお前少女漫画のイケメンが言うセリフやないか。おい、新しい恋の始まりだ。ロマンチストなんだね。ちょっとバカにしてるやろ。ごめんな、俺あの夜中になったらあの深夜で散歩してあの星とか見たりするから。で、まあよ、心の痛みは辛いものだけど、それだけじゃない、何かがあるっていう意見もあるよね。もちろんそれも正しいことだと思う。僕としては避けられるならどんな痛みもない方がいいなんて思ったりするんだけどね。うん、心の傷は実際には目に見えてなくて、ある意味では体の傷よりも複雑だ。うん、そんな心が折ってしまう痛みに苦しんでる人を助けるために僕の研究がある。結構大事やね。改めてそう感じることができてありがとう。役に立ったのか。うん、うん、もちろん今日は筆が乗りそうだよ。あ、文献的なものを作ってんのかな。マルキの感謝の心が伝わってくる。いや、ちょろ、マルキ先生の攻略めちゃめちゃちょろいなマウスゾーン。あ、俺なんかあの青峰みたいな感じ。え、ゾーンに入れんの俺。自分自由自在に自分で。戦闘開始時に主人公にチャージ&コンセントレートの効果を得ることで。コンセントレートとは、よし、コモンガンね。マウスゾーンね、あの名前ダサいわ。あのごめん、主人公の名前がダサいせいであのゾーンがダサくなってる。主人公の名前って大事やな。ジョーカーやったよかったな。うん、今日はこのくらいかな。おや、何か忘れてるような。うわ、あ、メントレ。え、あのそんなびっくりするいちいちのリアクションがちょっとでかいな。僕の研究に協力してくれるとしてメンタルトレーニングをしてる。バッチリ覚えてる。あ、でも俺マウスゾーンを覚えたから全然いいけどな。全然いらんけどな。はい、精神が磨かれていくやつ。あー、オッケーオッケー。 SP が怖かったね。これ俺だけが上がんの？じゃがりこ、あ、一番欲しいやつ俺が一番好きなやつ。駄菓子の中で一番好きな、まあほんまは1、2、一番目はカキピー。うん、じゃあまたね。今度こそこれでお開きでございます。まあ、カキピーオアイモケンピー、おじいちゃん。酒のつまみ。行きましょう。うん。あ、これマルキやんな。大丈夫？こっちは今日のカウンセリング終わって一息ついたところ。あのマルキ先生、あの女の子紹介してもらっていいですか？あの大学生の時のあのサークル仲間でもいいんで、今のうちに改めてさっきのお礼をと思ったんだけど、これかな研究。そうだね、君にも協力してもらってるし、これからますます忙しくなりそうだよ。改めて協力してくれて感謝するよ。これから得ることも多くなると思うけど、力を貸してくれると嬉しいな。それじゃあまたね。はーい。マルキ先生マジでそのおしゃメガネなんなん？思わんみーな。おしゃれな大学生とかがつけてるメガネ、羨ましいわ。これメガネつけやんねん、そもそも。ミリタリーエに神袋のことを聞くの忘れないようにしないとな。急にどうしたん？いや、ミリタリーエだってあれやで、度胸ないねんで俺。ちょっと一回外出てみようか。上がったな。オッケー。あ、あれやな、あの一言言われるだけやな。度胸を増やしたいと。なんだ？いや、大丈夫か少女だ、少女じゃない、少年たち。
受験が終わるまでテレビはダメだってマジ最悪だよと。土曜のテレビもヒーロー戦隊、ああ俺があの日曜の朝に見てたのはあのめちゃモテ委員長、バーカそんなの興味ないからいつまでガキ臭いの好きなんだよ。別にいいじゃん面白いし。フェザーチェンジ、フェザーマン俺がフェザーマンで思い出すのって言ったらもうエレメンタルヒーローフェザーマン、あの攻撃力戦の戦やったかな、歴史がある番組だからなんとレベル3な、うん、緑のやつ。皆さんあのバッティングセンターしていきましょう久しぶりにね。いらっしゃい。いや汚いなこのお店、蝶々待ってる、蝶々ってかガーかこれ。いらっしゃい、夜は打ち放題だよと。ちょっと打つか、行くぜ。みんな俺ね練習一切してない、中級コースいきます。頑張ってホームラン3本でも無料券だ。いやホームラン3本打つの自体がむずいのに、ホームラン自体打つのむずいのに3本。 OK 丸ボタンね。えあ、これ、あ、これ、俺、あ、下手下手下手だね。あ、やったの、下手、運動神経がない。オッケー、あー、ヒッツ、ヒッツ、ヒッツって何。オッケー、うーわ、これ、え、これ、ホームラン無理やって。え、だって、うわ、ホームラン無理やって、これ。あ、タラダンに待ちミスった。タラダンにミスと思った、みんなごめん。お、うわー、これ今のセカンドライナー、セカンドライナー、あのライナーの意味があんまり分かってないけど、あちゃ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 、いやこれラグ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 がある、これラグがある、これラ、おい、え、あ当てなあかんねや。お前高めすぎるよこんなん、お前ピッチャーが悪い、これピッチャーが悪いわ、これこれピッチャーが悪いわ、これ、あ、いいとこいいとこいいとこ、うん、よし。うわー、もう全然しょうもない結果やん、こんなに、これ全然しょうもない結果になってる、思わん、全然おもんない結果、なんなんホームラン1個も出やんって、全然おもんない結果で、これいつ終わんのこれ、これいつ終わるん、みんなこれ、これいつ終わんのこれ、これ無限無限、これ、え、これ無加減、これ無加減ですか、え、俺とこのこのピッチャーの間にはこれもう無限のこの時間が流れてる、え、パラレルワールドこれ、え、 SF モルガナも大変やな、お前いちいちコメント添えて、お前、え、全然ホームラン出やんやん、え、俺ホームラン打ったことないねんけどさ、あ、分かった分かった、みんな分かった、あ、コツ分かったね、みんなこう下側打つね、ここここや、ここら、ほら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 、当たりどころが違う、当たりどころが違うぜ、ここ、あー、もうただ単に下手、もうやめろわ、冒険を。ふざけんな。遊んでいくかい、あ、打ちっぱな、あ、打ちっぱなしなんや、あ、なんや。やるじゃねえか。俺、ヒット打ってるから無限に打てるんかと思った。なんや。7月に修理中の機材が戻ってくるんだ。マジか。帰るとするか。うわ、全然嬉しくない。牛乳クリーム飲んでいこうぜ。何牛乳クリームって。こういうとこは普通コーヒー牛乳やろ。何牛乳クリームって。で、なんで知らん間に怪盗チャンネルの支持率上がってんの、知らん間に。お、つかまれ、何か読むかと。ちなみに俺があの高校生の時に、高校生の時じゃない、大学生の時に電車で読んでたのはあのー、リゼロな。オタクやないか、だのからのオタクやないか。つまり普遍的かつ恒久的な社会的に有機的にと書いてある、暗号の領域だなと。まあ、わかんない、もう意味わかんない、とりあえず読めたら、はい、速読、めっちゃすごい速読、え、ちょっと主人公ペラペラみたいな、体な、思わみな、リズムが速い、うん、すげえ、もう8ビート、いや、てかもう16ビートぐらいの速さで。すごい、お、3つ上がったね、すげえなこいつ、あ、知識3つ上がっても3ならへんねや。皆さんちょっとダンジョン行こうか、うん、マルキ先生で今日はねちょっとデートは終われたということで、うん、ほんまはね、あの竹道行きたいんだけど、なんだ、はい、始めるわよ、お、ホームローム、ちょ、席替えしてくれへん、俺高垣ちゃん横にしてほしいねんけど、急に、学校行事の話からです、5月24日、何でしょうか、林科学校、都内の美化に協力するために清掃活動、あ、全然おもんないわ、全然おもんないイベント、学校全体で井の頭公園に行って、マジか、あ、じゃあ、あのハンデお願いします、多分こういうのってあの
あれ4人固まってやるやん。だから俺高巻ちゃんと同じ班。え、てか俺ハーレムじゃね、みんな思わん？俺の4人パーティーハーレムじゃね。高巻ちゃん女の子女の子ハーレム4人パーティーで行こうぜこれ。はいはい、なんか静かに。なんかあれやな、ドラクエのさ、ドラクエ9とかで女の子だけ作ってるやつおったわ。そういうやつ主人公男にして。清掃活動来週の30日、6日後ジャージで集合だから。あー、え、清掃活動だけすんのかな。聞いたと。うん、鴨志田先生の汚名挽回で校長から言い出したんだと。と、汚名は挽回しない、汚名返上やね。あ、でもえ、ちょ待って、え、でもなんか最近は汚名挽回って言葉もあるらしいですよ。カウンセリングだけど手当てしないって感じ。いやー面倒だな。そういや、うちの女子が騒いでる。何人マルキはイケメン、性格も優しくて超タイプ。うーわ、はい、皆さん騙されてる。お前絶対マルキ先生に、お前マルキ先生にもあれ遊ばれんだよ。言ったけど女子人気みたいだね。そういえば2人は行ったのカウンセリング、あのめちゃめちゃ行ってる。もう友達なんか行く気になんでんだろ。マウスもあるだろ。うん、全然行ったよ。いい先生だったよ。さっさと行きなさいっての。目つけられて困るのは私たちなんだからね。と、へい、その程度なんやったら LINE してくんね。休み時間にしてきてくれ。それで目つけられるかもしれんやろ。お、マルキどうぞ。はい。お、坂本ちゃん、うっす。ヤンキーの立ち回りやな。カウンセリングに来てくれたの。と、別に来たかなかったっすけど無理言っちゃってごめんね。さあ入って入って。足組むな。なんか落ち着かねえっすね。と、あれ、なんで。いや、マルキ先生優しいもんな。とりあえず呼び出しはねえのに先生と話すとか。あんま、僕はこの学校の先生じゃないの。むしろ君たちの、そう、味方のつもりかな。全然信用できへん。みんな知ってた、あのこう、なんかこういう時に味方とか言ってくるやつ一番信用したあかんで。いつか絶対詐欺してくんで50万くらい分取られんで。やめてきや。マルキ先生はそんなんじゃないと思ってます。騙されてますね、僕ね。もう鴨志田のこと話せばいいんすか。と、いや、別に事情聴取しようってわけじゃないんだ。もっと気楽にさ、違う話で構わないよ。まあこうやって引き出していくんでしょうね。違う話って、どうかな。クラスの好きな子の話。いや、坂本誰好きなんやろうな。あ、おらんのじゃん、やっぱり。つかそういうのいねえしと。ごめん、だってほら坂本くん高校2年生だろ。と、まあ俺が高校2年生の時に好きやったあの子を今元気にしてるかな。これのこのいっぱい恋愛とか、はい、してたんすか。微妙かな。いや、僕はほら勉強とか好きで忙しくてさ。あ、そうなんや。ごめんね。カウンセリングのはずが暗い雰囲気に、主に僕のせいで。で、坂本くん普段何してんの。放課後とか休日とか。坂本くんはあの仮面かぶってあの遊んでます、釘バットで。それだけ聞いたら完全通り魔やけど。ダチとつるんでたり、最近かと。その前はずっと腐ってて陸上ばっかりやってたと。まあ今はめちゃくちゃ元気やね。足はもういいの。と、そこもバレてんのか。大丈夫っすよ、無理に動かさなきゃ痛みもねえし。そっか。うん、坂本くんやっぱり陸上好きなんだよね。坂本は何やってたんやろ、短距離。今更嫌いになれねえし。練習めいっぱいして陸上部のみんなと大会でいい成績取って、それで大学の推薦とかもらって、お袋楽させて。うわ、ちょっと泣けるわ。全然涙出やんけど泣けるわ。そういうの夢見たところもあったっつうか。いいんすよ別に、今はやるべきこともあるし。やるべきことか。いつかどんな形でもいいから、君のその陸上が本当に好きだって気持ちが花開く日が来るとええな。お、お、あざす。そうだ、それにほら夢ってさ、思ってると叶うっていうし。あー、じゃあ俺が小学生の時に思い描いてたパティシエになりたいって夢も叶うんかな。んだよ。いきなりなんだよそのなり。いやいや、これは心理学としてちゃんと定義されてるものでね。と、例えばさ、坂本くんは今一番何したい。喉渇いたら何か飲みたいっすね。あ、そういう感じ。ちょっと大きいことじゃなくて。おう、うん、今朝コンビニでくじいたらリンゴジュースの引き換券当たったんだ。うわ、すげえな。
偶然。てかリンゴジュース好きやね。どうも。ほら叶ったじゃないか。小さい夢やな、おい。夢でもないやろそれは。おマルキ先生ってよく変わってるって言われね。うわ変わってるイケメン、変人のイケメン、変態やん。最高やんそんなお前。もしかしてそれ褒めてもらってると。いや別に。そっか。ちょっとでも盛り上がったな。マルキ先生心を打ち解けんの早いね。今日どうすんのと。今日どうすんの、収穫かけないのと。千葉の地下モール、オッケー。ちょっと行こうか。分かった。と、え、あれ行かんの今日。何買い物。ガーリー、あガーリーすごいすごい、高牧ちゃんにぴったりガーリーなお店。はい、今日はどうすると。息抜きしようぜ。お宝目星つけてないけど、ごめん、行こうか。うん、あそんなこと言われたら行くしかないやん。そんなこと言われたら行くしかないやん。ちょっと怖いやん俺も。集まったみたいだな。本気で告訴するけど、ってことできました。北川くん、あのごめん一押し。うん、あと北川くんの声優さん調べてみたら、あの杉田智和、うん、あの人やった。銀さんマジで銀さんやった。行きますか。いやまず作戦会議をしよう。まずその前にきっちり償わせなきゃ。人の才能を食い物にしてるなんて絶対に許せない。個展があるまでは忙しいはずだ。すぐに告訴されることはないと思う。で、どうす今ってどんな状況だっけか。どうすっかだよなと。順調にいってんのか。悪くない、うん。見張りの下どのにかして。てか悪くないって、お前北川くん途中参加やないか。お前何知ってんねん。お前今まで知らんやろ。見つからないようにした方がいいのかなと。そこそこ戦えてる。会議終了。うん、短い。うん、まあ、できる企業なんですね俺はね。行きましょうか。行こっか。まあメンツは、モルガナを抜きます。まあ、ずっと言ってた通りやね。うん、モルガナは言いません。はい、この4人で進めていきます。行きますか。でいつかいつか北川君の装備をね買ってあげたいと思います。到着かと。うん、なんということ。こんなに多くの年が犠牲にと。俺です最後だ。まあ行きましょうか。では行くとしよう。俺北川君にしか喋ってないけど、どんだけ好きなん。どんだけかっこいいと思ってんの。なんかサムライスタイルっていいよな。とりあえず行きますか。これどっち、こっちか。え、なんでなんでなんで、え、なんでなんで、あ、え、攻撃してきて。それなら見つけたんやって攻撃してきて。わからん、全然わからんわ。攻撃してきてええねんで。うん、攻撃されたいと思った人生だった。まあいいでしょう。行きます。はい、マジこうかっこいいね北川くんのこれ立ち振る舞い。くっそかっこいいねんけど。北川くんで。北川くん推しは多分3パートぐらい続くんで。400、ほら見て、423。お前おケツ、ね、お前今おケツパンパンしたやろ。お前やめとけほんまにな。お前やめとけ、お前ジャックブロッソくんな。お前顔がお前動画やからって、お前許されること許されへんことあるからな。お前分かってるか。顔が動画でも犯罪やで。お前言ってくれ。あーまあ自分で回復するやったらまあ何でもいいわ。いいですね。マウス凍りついてる、マジか。いやちょっとねこれみんな、もういつゲットしたんこのアサルトライフル。みんな思うねんけどさ、いや北川くん実はミリタリーの趣味あんの。北川くんマジで、北川くんいつゲットしたアサルトライフルとかさ。前回買ってあげたのは覚えてるけど、その前に持ってたよね。北川くん特殊やわマジで。これなんなん、王者の杯ってやば。北川くん特殊やでほんまに。うん、あまあいいでしょう。あっせや、こっちで新しいとこ見つけてんけど、そうこっちは行けなかったと。行こうか。それ絵があんねんな、あそこ飛べると。まあこっちから行ってみないとちょっとわかんねん。よし続き行くぞ。順路こっちか。絵に入っていきますか。あれ入れないんか。楽だやん。中が隠し通路になってるやつ、よく見たら今回はそれぞれ違う絵だね。どうしたものか。加えて絵が入ってない額縁もあると。確かに妙だね。行くしかない。慎重になジョーカーと。うん、
ちょっと待てよ。その前にこっちやねんな。この下やね、こっちの方が怪しいよ。ほらね、やっぱりアイテムあるでしょ。美人の浮世絵、もう最高です。はい、家宝にします、家宝にします。はい、美人であるということが一番大事。はい、関係なかったこれ。多分この落ちた時用の救済処置か何かやと思うわ。まあ行きますか。もう普通に入れんのがおもろいけどな。ああ、この世は美を下さぬ俗人ばかりの砂漠、そこに我一人だけ感性を、うわー読めねえ。みんなこれなんて読むやろ。枯れさずにあり続けるのの元より不可能だ。まあみんな程度やって読めるでしょ。うん。感性が、世の中のせいとかてめえが単に一族にだけだろうかと。どこか、こっちかな。繋がってんのか。うわこれ知ってるよ。これあそこ、うん。神は何もせぬに数派を集める、人は呼ばれます鳥居のもとに。これあれ日本にあるよね。日本に金を通して、満足して帰ると。まさしく芸術と同じ祖先は全ては思い込みよ。だってそうでもあんたが人を騙しに理由にはなんないし。はぁ、うわどっちやこれ。こっち行ってみる。うわすげえ、急になんかアンチャーテッドの世界。アンチャーテッドで見たことある世界これ。若気に緑の葉が茂るのは努力のせいではない。だから多くの若者は若さの価値を理解しない。確かにな。言っとくけど今美人なあなたは今だけやで。20年後の顔見てみ、そこそこ綺麗なだけやで。なんとかおるかな。まあそこそこ綺麗なは絶対やと思う。今綺麗ってことは無駄に費やされる前に熟練の私がそれを生かして何が悪いだろうかと。要は若い才能に嫉妬してますってことか。うわー俺もそうなるんかないつかね。うん、嫌やろ。うん、俺がさ40歳ぐらいになった時に16ぐらいの VTuber に嫉妬してたら嫌やろ。若輩なんて猫にされても戦ってるのに年齢で嫉妬とかちゃんとおかしいぜと。上はどうやって行くんやろうか。いけたね。あ、ちょっと待って、ボタンがある、ボタンがある、ボタンが、ボタンのが大事、ボタンのが大事。ほらね、これ絶対そうよ。ポチッ。うーわすげえ最新技術。最新技術やね。絵の中にある隠し鶴のさらに隠されたツールが念の入ったことだなと。絵と絵のつながり方も変化したかの世界で探ってみるジョーカーと。オッケーです。こっちかな。お前のジャンプ力足りてるか。大丈夫か。お砂漠、なるほど。海岸の中から出ないよ。まあ、まだこっちまっすぐ行ってなかったもんね。行きましょうか。オッケー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 。やれやれ。船が水の下の者どもに気を配っていて大海原は受けるだろうか。芸術も人生も所詮水物、水をこざいて浮き上がった者だけが勝つのだ。うわなんかなんていうのこれ、東海道中膝くりげ。じゃあ何やっていけ、わかんねえ。うん、綺麗な言葉でぼやかしているのが他人になって踏み台になって意味じゃねえかと。子供を踏み台にして何が芸術なクソが。行くとこいっぱい、こっち出てみるか。やっぱりな、もう俺すごない。みんな勘って最高、運って最高やね。また絵が出てきたと。すべての隠し絵が現れたな。オッケー、ルートも変わってる。今変わったんかな。あ、こっから入れんのか。オッケーオッケー。そこら辺ちょっとめんどくさく感じやねんな。あ、このなんか板がないと無理なんや。なるほどな。絵に板がかかってるといけんねや。オッケーオッケーオッケー。こっちかな。怪しいな。お、敵か。気にすんな気にすんな。そうだな。絵だしな。あと、なんだ。うわ、ちょっと。マジか。うわ、敵。あ、敵出てきたくせに気づいてない。アホ。敵出てきたくせに気づいてなかった。あーすごい、アホみたいな状況やったら今の。うん、びっくりした。俺がびっくりするわ。なんで出てきたのに気づかんの。何のために出てきたんやお前ら。仕事や仕事やみたいな感じ。シフト通り出勤しましたみたいな感じか。やめとけよ。うわーパンサー。
お前高巻ちゃんに攻撃してんじゃぞフレイ。いけ、高巻ちゃんを傷つけるやつ絶対に許さない。ただもしこの敵があのボブサップとかやったらもう諦める。諦めます。高田信彦さんとかでも諦めるわ。俺が好きな2人なだけ。俺がその2人好きなだけやから諦めるわ。俺がペルソナの能力持てないとしてもボブサップは嫌やな。ボツリでやられる。俺たちの勝利だ。おい剣士かっこいいわマジで。北川くん、北川剣士やったっけ名前。おお、デカじゃやん、デカじゃ、デカじゃ、デカじゃ、めちゃめちゃ強いよ。うん、スキル。もう高巻ちゃんしか食らってないのは見なかったことにしてください皆さん。こっちからいけんのかな。無理か無理か。こっちか。あれ敵って一体やったよね。まあいいでしょ。いやレベルも上げていきたいんよほんまは。ちょっと待って、これもしかしてこのまま行かれへん感じ？怪しいな。うん。うわ、それは分からんぞ。こっちか。うわ、これむずいなみんな。アホな俺には解かれへんぞこれ。こっちないか。奥なんか見つけるみたいな。ないわ。こっち。ちょっとなんか繋がってない？うわ、ほんまにわからん。探してみるで。きた。美などただの思い込み、それを金にできてこそ形ある幸福となる。満足の贅沢で選ばれし者だけに許された暮らしを得て、初めて我が芸術は完成する。アトリーが粗末の家だったのは、やはり完全に演出だったわけだな。まあ、騙されてるやつも多かったな。長々と騙されていたものだ。フォックス。もうフォックスって言われたら俺もスマブラのフォックスしか出こやんねんけどな。ウルフとかそこら辺のやつ。こっちかな。オッケー出てきたぜ。ゴールだぞと。腐ってるな。これで絵画を巡ったのに、ただの一度も芸術への愛を見にしなかった。確かにな。北川くんのがあるよね。あ、北川祐介くんやこの子。ここにあるのは北島康介みたいな感じやね。学部に入ってる時のただのスピルの自己顕示欲だ。返しでどんな顔に変わるのか今から楽しみだなと。オッケー。アイテムとかはないのかな。行きますか。お、敵がおるね。走ってピョンピョン。よし、オッケー。ちょっと隠れる。誰。ちょバレテーラ。よし、行きます。倒していくね。みんなジャックフロスト君ね、いつものメンバーね。マーブ行ってくれ。水飲むぜみんな。トーク止まらんで営業。寝起きだからねみんな。寝起きだからトーク止まらんよ。おいしい水。パンさん行ってくれ。いやもう一回俺、もう一回俺でいいの。じゃあこっち。133、えぐいな。大切断。いやこれめっちゃ強い。見てみんな、通常のダメージ121。バケモンだ。うん、かっけーマジ北川くん。ただ単に俺北川くん推しやわみんな。推し、うん、推しマジで。かっけーこいつ。感じる。手応えねえな。うわ、かっ、でかいやつでかいやつ。正体を見せろ。強いやつやでみんな。どうせあいつやろ。もう坊主マンやんみんな。マウスゾーン、マウスゾーン。なんだこれ、マウスゾーン。あ、なんも変わってない。なんか変わったこれ。マウスゾーンなんか変わった。変わってる。159。ごっつぁんです。急に大声出すと喉って疲れるね。急に大声出すとね。うお、超絶テクニシャン。あ、夜の方の。うわ、褒められちったな私ね。うん、オッケー、倒してくれ。ガチャ。まあ、強い敵っつってもさすがにね、ちょっと相性がバッチリすぎる。よし、片付いて。せやな、ごめんなさい。
ごめんな坂本、あの喋ってたのに。こっちか、アイテムがやっぱりあるんだよな。宝箱と知らんや、全然いらんわ、全然いらんかった。こっちかな、先進んでいくで。もうバレてないよ目の前立ってるけどバレてる。うーわ出ました、こいつ。うーわーやめて。21、このなんか防御力が高いよ。坂本ちゃん、このなん、このダメージのとこ赤、まあ強いね。ちょっとやめて、うーもう、えぐちマジでダメージ終わっとるわ。消えたおマハブフ、あ終わってる、ほんまに終わってる、ほんまに。あまあ俺らの実力はすごいいやもうアサルトライフルのえぐいわな、連射力えぐいわ、うん連射力えぐい。これ何がいい、俺わからん。2連機までいくか、ワンチャン主人公死ぬかも。やめて、ほんまにマハイ、死んでもうた、ほんまに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 死んじゃった。もしかして俺は初めて、これ俺今日、今日ちゃんね、あのこの実況始まって、初めてこれもしかして、無名のオナ、俺無名のオナなん、俺無名のオナ、なんともくだらぬ幕切れであったの、ね、あのイゴール先輩、あのあなたの言う通りです、はい、プレイ再開しますか、するに決まってるやろ。もうみんなカットやカット、世の中ってせちがらいよね、カット。よしみんな戻ってきたぞなあそこまで戻るのに、ここまで戻るのに2分しかかからんかったわ、うん、俺どんだけ悩んでたんって感じ、うん、2分しかかからんかった。つまりぶっ殺す、お前絶対に許さねえよ、真ん中のデカブス、お前こら、お前おい、ヒゲばっか生やしやがって、お前かっこいいと思ってんのか、お前全員殺すからな、マジでお前許さんからな、お前ボケ、お前だけ集中砲火じゃボケ。ほんまに一瞬で終わった、あれほんまに一瞬で終わったみんなあマジかよ、2分しかかからなかったけどほんまに一瞬で終わっちゃった。おいいね、マハガル、よし、まああのモルガナを使うことはないんですけどね、これから、うん、何モルガナを使うことは一生ないですこれからね。もう普通にお姉さんおんねんけど、お姉さん切りつけるやつおる。うわこれマイコハン、これこれマイコハン、これマイコハン強え。うわ多種多様な攻撃技を持ってる。ウレキ夜忘れの踊り子、まあ犬神攻撃すんねんけど、やーべえ。あぶねえあぶねえ、ナイス回避ナイス回避。もう坂本ほんま見てみんな、これ坂本はこいつもうほんまにもう間抜けやわ。坂本あかんで、あ坂本ならええで、坂本ならいいよ。いやナイス、スタンガンいやあのスタンガンがこぼれ落ちたってさ、あの普通スタンガンはこぼれ落ちません、皆さん、あのもう坂本ほら、もう坂本ふざけんなお前ボケ、いいよあげるわ、坂本帰ってきてくれ。うわ優しい、あ普通に優しい、普通に優しいし攻撃するよ。あどういうことこいつあの意味がわからん、あのソウルドロップ取るだけ取っといて話してくれんの、力くれへんよ。あの脅迫しといて仲間にならしてほしいとか意味わからんから、どういうタイミングこれ雨の渦目、パズドラやと火属性、パズドラやと火属性、意味がわからん、こいつ脅迫、うちの仲間脅迫しといて、イカレ狂ってるやんこいつの考えで、なんなのスタンガンって、スタンガンゲットできるもんなん。生死の束、高巻ちゃんにあげるか、うん
いやおかしいわこのおかしいゲームだぜこのゲームは。こっちか、こっちは無理やんね。登っていくぞ。はい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 。地下、あーなるほど、登れるますよみたいな感じ。すげえ、なにこれ、なんだ、うわこれ行きたいよ。シャッターね、了解。シャッターどうせあるんでしょ、なんかあ、もうあれでしょ、もう分かってる、あれやろ、みんな分かってるよ、みんななんだ隠れてるとこか、あれでしょ、どうぞ、ほらもうあれでしょ、もう丸分かるよ、こんなん。宝箱発見、あ、宝箱か、早く開けようぜ。あ、ほらね、みんなこんな、いや、あの、簡単すぎます、あの、隠す気がない、あの、まだら、あ、ちょっとしかも、ちょっとしか上がってない、まだらめ先生、あの、舐めすぎ、うん、宝玉、皆さん来ました、あの、アイゼンが一番欲しいとされてる宝玉、なぜか、あの、スマホゲームでは、毎日配られてるらしいです、プレイヤーにね。え、開けたのに行かへんの、え、1億人ぐらい売るプレイヤーに、うん、うわ、なんだ、うわー、すげえ、くそ、うん、金色すぎるし、目が痛い、うん、マジかよ、特別に歪みがひどいな、建物の形を成してないと、すげえ、己の眼力で見て真実を見なければ、見抜かなければならない、うわ、これむず、うわ、ちょっとこれ楽しいね、こういうの、ここやね、あの、うん、あの、簡単なにこの簡単なダンジョン、これ何これ、しかも宝箱ある、黒い石、黒い石ちょっと見てみていい、みんなわかんねえわ、まあ、どっかにあるでしょう、あ、普通にバレてもうた、まあいいか、おお、なんだ、天狗さんや、天狗さん、ちっちゃいね、天狗さん、うん、うわ、天狗さんめちゃめちゃモデル体型やんみんな見てこれ、7等身やんで、この人ら、やーば、めちゃくちゃ山伏さんめちゃめちゃあれやね、スタイルええな、陽気、真面目に答えたらバカ見るかもな、君の目的は奥にいるものなんだろ、そうやで、見逃してくれないかと、シャドウと、なんでやねんなんでテンション上がんねん、全然陽気って言って笑い起こしてないで、俺こんなとこまで来て何がしたかったんだと、え、殺し、なんでやねん、なんでやねん、なんでお前ら殺しでテンション上がんねん、殺されるかもしらんねんで、やばこいつら、俺こんなやつ、いや、あの、殺しとか簡単に言うやつの仲間なりたくないわ、コッパ天狗、天狗さんやっぱり、ええんかお前ら、マジで、やった、嬉しいです、相変わらずすげえ力だな、ジョーカー、いいね、よし、どっちや、こっちか、お、ここやね、こんなん分からんやん、なんということだ、いやというほどやつの歪み味わったつもりだが、こんな機械の光景を見出すとはな、と、あれ、なんだこれ、あ、分かりやす、ページめくり、すげえ、カモフラージュかと、あ、え、カムフラージュ、え、カモフラージュじゃなくて、え、うわ、みんな俺今までカーモフラージュやと思ってた、うわ、ハッツ、あ、くしゃみ出る、え、疲れお疲れでやるじゃねえか、いや、偶然だけどよく聞け、はい、でもほんまにカモフラージュやと思ってたわ、ビッグシーワープ、なるほどね、すごいね、ほつれた帯、ゴミやないか、うわ、なにこれ、あ、これさゆり、書かれてる絵そのものは正確かもしれないけどさ、でも本物もあるのかなと、なるほど、どっちを取るか否かみたいな感じ、こっち行ってみる、ちょっと、あー、絶対こっちじゃないです、俺は赤の方のさゆりを信じます、ちょっと見てみよう、一応、ねえ、贋作じゃないと、明らかな違い、おい、いや、あの、ごめん、あの、色でしか見てない、ごめんな、あの、ごめん、え、
そこ、いや見ないとあかんかったんや、よかった。俺普通にこっちが正解かと思ってこっち行きそうになった。うわーこれおかしいわ、これ右に置いてるから。こんなんもうアトラス性格悪いわマジで。アトラスさんの案件待ってます。はい行きましょう。うわこんなん無理やん。贋作体験、この大場の空間は、錬金相撲の具現か、猫の考え方が現れた場所なのかもなと。いやこれむずいって。一緒やん、つまり本物の声を見ければ道が開けるってこと。あー見てみる一回、これどっち、これどっち見てる。うわええあ、キーない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 、贋作贋作キーないもん。キーない、キーない、キーがない、キーがないよねみんなね。なあ贋作贋作キー、キーない、ほらほらほら、キーない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 。ああここ、あここか、あ全然ちゃうかった、ここやった。あ違う違う違う、これ本物、これ本物、これ本物。キーある、キーある、キーある、キーって大事。うん、さゆり全然関係ないみんな。さゆりの絵はあのさゆり自身は全然関係ないみんな知ってた。そう、あの気が一番大事。さゆりの絵は気が一番大事、みんな知らんかったやろ。気が一番大事よ。そしてあのカモフラージュされてるとこは本物の場所ではない。うわー性格悪い、性格悪いで。しかし気ある、気ある、これえ、あ口べ、あキキキキキ、うわなんやと、キャー、あ攻撃したいわって俺から。マジかよ、何がちゃうかって、お前キーやろ、お前お前さゆりの判断基準聞いちゃうんけ。知らんわそんな、みんな思わん、みんなみんな分かった今の、キーじゃないの、口紅、もしかして口紅実は黄色みたいな。マブ、うん、あの一人一人ブフとかの言う時間の無駄選んでええからマジで。北川くん一人一人ブフとか言う時間の無駄やから、全員攻撃しましょう、マブブで。うん、いいね。何がちゃうかったんや。っていうかそれならもう全部北川くんが見てくれよな。なんで俺に任してお前死ぬかもしれん可能性置いてんの。俺の敵じゃねえぜ。思わんみんな、北川くんが見たらええやん。北川くんが見ひんことにより死ぬかもしらんねんで俺ら。あいつやばいな、ちょっと見てみる、何がちゃうんやろ。いや絶対赤は赤やねん。キーない、あこれこれ、えでもこれ何がちゃうのこれ。なうわ眉毛ちゃう、みんな眉毛、本物本物。あー違うわ。全然違うやん。文字世界一むずいで、この時間も無駄も、スクガチャの時間もこれカットやもん、これ長いねん、これこれ長いよ。あと一人一人ボフいらんて、時間の無駄な戦闘やったわ。周りを観察している。じゃあね、あのまずそもそもあの本物見たことないね俺。いや見たことはあんねんけどさ、なんていうん、その本物がわからんからどこにあるか。木ないやん、え木ないやん、全然木がない、木が、木ないで。え絶対本物や、騙されてる俺、北川くんに騙されてる。木ないで、研ぎ澄ませ、え木ないで、え？オッケーオッケー、元祖元祖ね、これ一回やってみた。え？キーないで、あ、一回行ってみる、ここおい。これこれ何がちゃうのみんな、これちょっと待って、これわからんねんけど、本物？そうだ、え、これ何がちゃうの？え、どこ行くの？え、どこ行くの？あれ？え、どこ行くの？こっちか？あ、下か、下下下、下んとこできてるわ。え、何がちゃうかったんでしょうか、皆さん、あれは。わかんねえわ。やった。うん。怒りがますます強くなってきてる。え、サヨリってキーじゃないの？あれ一番大事なの。
俺キーやと思っててんけど、ブランクカードいいですね。 何に使うかわからん、あの桃鉄みたいなことやろブラックカード的な、タルのキャッシュカード。お、石への道のり長いね。ってことは お宝と近づいてみようぜと。ええちょ待って、ええもうお宝、えちょっと待って、ちゃうえあれ、えみんな俺石探しに来てんねんけど。え、おい、いや、そうですね、あなたのあの老いは怖いです。ちょっと待って、石探しに来てんねんけど俺。え、石はあれ、みんな俺逆の方行ってたわ。今気づいた。これ上下で網があんねや。うわ、俺石長いなと思ってた。石の場所長いなと思ってたけど、あらなら、石長いなと思ってたけど。あそこか。せやね、バカ殿。もやもやしてない？うん、お宝かな。今はな。うん。予告を出して。まだらめに奪われると認識させりゃ、お宝が実体化して、ヤッホー、こんにちはよ。ヤッホー、ヤッホー、ぬぐれほー、懐かしない。どんな姿だろうな。はい。さてな、自画像とかじゃねえの？かな、水飲むで、みんな。まだらめの現実をここまで歪ませた根源か。で、どうなんだよ。うん、これでルート確保ってことでいいのか。場所は分かったが。せやね、こりゃルート確保とは言えないかもな。てかもうまだらめさん中入ってんもんね、なんかリングみたいな。なんでだよ。周りを囲んでいるあの赤外線か。せやね、しかもさらに外側をかなりの数で固めてる。強行突破は難しいだろう。奪う方法まで目処つけなきゃってことか。うん、鴨志田より手強いね。まああのタラの変態教師やったからな、鴨志田は。だがもう一頑張りだ。うん、このフロアを調べて回るぞ。オッケー。ってことでちょっとしたらね、あの皆さん、やめんねんけど、今回のこと石なあ、例の扉がある。例の扉、例の扉、石さ、感じるぞ。例の扉って何？あ、セーフルームのことかな。石、また後で見つけに行くわ。次のパートかな。その始まりでやるか。この感覚。お、あ、ついちゃった。ちょっと待ってな、みんな。開くんかい。開いてもうてん。お、ここであの赤外線切れるんじゃねえぞと。ちょっと待って、切ったらさ、もう俺もしかしたらこれいっちゃう。これ次回のバトルにしようか。うん、ちょっとね、トイレもしたいね。ここトイレもして、ちょっとね、一回休憩したいから。ここは使えそうなの。オッケー、ここは最適は付き合いで、ここから始められんなと。ってことでちょっと待てよ。石はまあ次回取りますわ。うん、オッケー。ってことでちょっとここでね、終わりにしたいと思います。ごめんなさい急にね。まあ面白いですね。1時間ぐらいかな。うん、まあ次回ちょっとね、予告状叩きつけて、もうね、まだらめんとこ、もうまだらめをぶっ倒しに行きたいと思います。見てくれてありがとう。次回お楽しみに。バイバイ、チュチュチュース。